本日はお忙しい中、ノックアウト新体制発表会見にお越しいただきまして誠にありがとうございます。えー、本日司会進行を務めます、えー、私、ノックアウトの実況を担当しております、村田春郎です。よろしくお願いいたします。そしてアシスタントを務めさせていただきます、ノックアウト大好き声優、吉田泉です。よよよよろししくお願いいいいままますすこのののいよいよ会見の方の開始となりりただいまよりノックアウト新体制発表並びに 令和を迎えて初となる8月18日大田区総合体育館大会につきましての発表会見を取り行います。早速登壇者をご紹介いたします。株式会社ブシロード取締役、株式会社キックスロードオーナー木谷隆之、株式会社キックスロード代表取締役社長原田勝彦、レベルス代表。 クロスポイント会長、山口元気。ご登壇いただきました、えー、皆様をご紹介いたします、まずは株式会社、ブシロード取締役、株式会社、キックスロードオーナー、木谷隆明。 続きまして、株式会社、キックスロード代表取締役社長、原田勝彦。原田でございます。よろしくお願いいたします。続きまして、レベルス代表、クロスポイント山口会長につきましてはですね、えー、原田社長よりご紹介をお願いしたいと思います。はいえー 先にです、ね、発表およびリリースさせていただきましたとおり、今後は新たな体制でノックアウトを継続することになりましたさまざまなです、ね、検討を重ねた結果、キックボクシング団体、レベルスの山口元気代表が、ノックアウトの今後を目指すべき姿の実現のためには、適任であるという判断の下、新たなノックアウトのプロデューサー就任をお願いすることとなりました。はい 山口さんご挨拶をお願いします、はいえー、山内です山で、えーまあ、いろいろな、えー、お話を、えー、北見会長、原田社長から、えー、受けまして、まあ、ノックアウトが今後、存続、えー、するにあたって、非常に、まあ、いろいろ難しい問題があるという話を聞いて、まあ、僕でできることであればということで、えー、この話を、えー、引き受けさせていただきました。えー、よろししくお願いします ありがとうございました、えー、それではここでもう一方ご紹介いたしますノックアウトオフィシャルサポーター相場愛菜さんですご登壇くださいよろしくお願いします相場愛菜です相場さんご着席くださいはい、えー、相場さん本日はありがとうございます、えー、早速なんですが まあ簡単に相葉さんの自己紹介と、ですね、そしてノックアウトのオフィシャルサポーター、まあ、どういうことをしていきたいとか、そういうことの意気込みなど、お聞かせいただけますでしょうか。はい、改めまして、ノックアウトのオフィシャルサポーターを務めさせていただきます。相場です。最近聞く ボクシングにあの興味を持つ女子が増えていたりとか、えっ、ー、とさらに私個人としては増やしたいなと思っておりまして、まずは大会を盛り上げたいのはもちろん、女子がもっと見やすい大会に、あとはこう格闘技をもっと身近なものに感じていただけたらなと思っております。それをしっかりとサポートできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございます。 えー、新たなノックアウトという言葉が、えー、先ほど出ましたけれど、その新たなものとは一体何なのか、えー、これから皆様に伺ってまいりたいと思います。えー、なお、ですねご質問の方は、会見終了後に、えー、皆様、囲み取材のお時間を設けさせていただく予定となっておりますので、そちらの方でお願いいたしまますそれではまずは原田社長から新しいいいノックアウトについてご説明をいただきます。 はい、えー、私の方からあー説明させていただきます、えーっとですね、新しいノックアウトはあ、選手育成というテーマが一つの柱になります、えー、新たなスター選手の発掘、選手の育成を行います、えー、その実現のためにはあ、数々のトップ選手を育成、輩出してきましたあレベルスの山口代表が持っていらっしゃる、まあ、育成ノウハウを生、ね、かしていくべきだというふうに考えました。 アマチュア大会の拡充、選手育成の強化、そしてレベル数を経てノックアウトという舞台で選手として大きく花開き、スター選手として活躍するというピラミッドの構築に取り組んでいきたいと思っております。 はいもちろんこれまでのノックアウトが掲げてきた団体間の枠や垣根を超えた戦いの実現というテーマは継続していきますがそれだけではなく新たに大きなミッションとして選手の育成に取り組んでいきたいと思っておりますこういったことを実現していくにはですねノックアウトとレベルスをレベルスの提携ということが必要だというふうに考えましてこれを実現していきたいというふうに思っておりますはい。 えまたですね、2019年のスケジュールもですね合わせて発表させていただきます。こちらでございます。はい、私の方から発表させていただきます。2019大会スケジュール。まずは6月9日レベルス61高楽園ホール大会、8月10日レベルス62高楽園ホール大会、8月18日に KO クライマックス2019大田区総合体育館大会。 10月4日ノックアウト後楽園ホール大会、えー、10月6日レベル数63後楽園ホール大会そして11月1日ノックアウト後楽園ホール大会となっております。 はい、えー、っとね山岸さんはやはりあの、まあ、今まであったように選手の発掘育成が非常に、えー、上手ということで、まあ、あのそういう印象なんですけども、まあ、それとともになんかその流れを作るのがうまいなっていうですねその流れの中で選手を育て、まあ、その有名にし、えー、面白い対戦を作っていくっていうですね まああのそういったその点ではなく線になりまたそれが面になっていくようなですねそういったあのまあ工業を作っていくっていうのが非常,に非常にお上手だなというふうに思いましてまあ育成発掘育成のみならずそういうマッチメイクの面においてもそういう流れをうまく作っていくとお客さんに分かりやすくですねお客さんがそのキャラクターとかストーリーに感情移入しやすいようなですね あの何て言いますかねストーリー作り自然なまあもちろんストーリーだと思うんですけどもそういう流れを作っていってもらうことに非常にあの期待しています。はいありがとうございます。えー、それではですねその山口プロデューサーに今後のノックアウトについて発表をお願いいたします。はい、えー、まあ今後のノックアウトなんですけどもやはりあのー。 一つあの一番大事なのは選手育成という部分ですよね、えー、本当にノックアウトというイベント自体は非常にあのキックボクシングをやっている選手たち、またファンたちにすごく夢をや希望を与えた素晴らしい舞台だと思ってまして、やはりこれを継続して、えー、持続可能なイベントにしていくことがやっぱ僕の役割だと思ってます。でそのためににははやはりあの <laughs> ととかかくく次から次らへと新しく 若い選手が生まれてくる組織づくりをしなきゃいけないと、でそれはやはりあの、まあ、アマチュア大会、まずは基本的にはアマチュア大会を、えー、しっかりと運営していきたいなと思ってます、えー、アマチュア大会に関しては、ですね7月に、えー、まずあのレベル3のアマチュア大会があるので、それ以降の開催を考えています。今、えー 武蔵野市の体育館であるとか、えー、区の体育館であるとかをちょっと当たっていまして、えー、体育館で、えー、やって地道な活動本当にあにジュニアから、えーまあ、その40代50代の方が楽しめるキックボクシングでも構わないですしその中からやはり才能のある若い子が出てくるというその選手にとってもアマチュア大会レベルス、えー、ノックアウトのアマチュア大会に出て。 そこで活躍してレベルスの新宿フェイスだったり甲羅県に出てそこでチャンピオンになってノックアウトで他団体の選手とやるという道筋が見えることによってノックアウトに出たいという選手がどうしたらノックアウトに出れるかというのを示してあげることがやっぱ才能ある若い子たちのためになると思っています。 えー、それともう1つ、ですねあの学生キックボクシングって、あの今、大学にキックボクシング部があるんですけども、えー、そこの方とちょっとお話をさせていただいてまして、ですね、えー、学生キックと、えー、何か提携をして、えー、学生キックの優秀選手が、えー、のカートに上がれる道をこう作ってあげたりできないかなという、まだあのお話しさせていただいている段階なのであの、決まったら発表させていただきたいと思います。 それからですね、アマチュア大会と同時に一つ重要な柱と考えているのが、トライアウト企画、これをやっていきたいと思います。MX の番組を使いながら、広くプロおよびアマチュア、そして女子選手ですね、女子特に注力していきたいと思っているんですけども、トライアウトで募集して、ノックアウトで活躍したいという選手を募集して、それを MX の番組で追っかけさせていただいて、 とりあえずはです、ね、10月4日の後楽園大会ここを決勝大会として、えー、トライアウト慶応トライアウトですね歌唱、えー、なんですけどもこれを、えー、まず、えー、成功させたいなとなので本当にあのノックアウトで活躍したいという、えー、選手および、まあ、アマチュアでもプロでも、えー、ここは広くあの募集してますので、えー、後日 あの詳しく概要を発表させていただきますけれども、えー、アマチュア大会とトライアウト企画というのは定期的に、えー、運営していきたいと思ってますそしてです、ねあえーまあ、プロに関してはです、ねあのー、これまでレベルスでやってきたように1か月前に必ず参戦選手の公開記者会見無料公開記者会見をやったりしてファンの方にやはりその選手のパーソナリティを知ってもらえたりとか。 えー、まあ、試合の流れですねストーリーを追っかけてもらいやすいように、えー、公開記者会見及びまあ一夜明けもあの無料公開でファンの方のためにやっていきたいと考えてますし、えー、やはりあとトークショーですねトークショーもどんどんやっていきたいなと思ってます選手の、えー、そういうパーソナリティがわかるようになればあのファンの方追っかけやすくなると思うので、えー、追っかけやすいような、えー ストーリーをちょっと、えー、積極的に打っていこうかなと思ってます。そうで,すね、で、どんなあの？団体の方でもやはりちゃんとあのジムとあの団体の方を通してもらえれば、あのノックアウトは広く選手を募集してますので、ぜひぜひ参加してください。以上です。 山口プロスありがとうございます、まあ、これからのノックアウトはまあ若手育成、そして広く門戸を開くということでより未来志向ということでよろししいいでしょうかねはいえー、もちろん、あのー、今,までのよう今までのノックアウトのようにあの華やかなあの夢の選手にとって夢の舞台というのはもちろん継続させていただきつつも、あのー、下の支える部分ですね土台作りをとにかくあの作っていきたいなと思ってますはいありがとうございます。 新しいノックアウトの形というものがえ少しずつ皆さん、えー、ご理解いいたただけたかと思います、はいえー、ここまでのお話を聞いて、木田尚ーいかがですかそうですねあの、ノックアウト始めて2年半近く経ちますけれども、まあ、そのキック界の印象というのは、えー、僕なりの印象なんですけれども、やはりあの濃いユーザーは、まあ、それなりにいるんですけども。 まあ、すごいマニアとにわかしかいないみたいなですね間がないみたいなその年に12回行ってあとはテレビで見るぐらいの人があまりいなくてですねその,その間の中間層をきっちり作ることとあとやっぱりやる方も見る方も。 えーまあ、選手の層もそうですし、えー、お客さんの方もそのをもっともっと広げていかなきゃいけないなというふうに思っているのとその中間層をちゃんと作っていくっていうですねでその本当に一元さんが、まあ、ちょっとライトユーザーになってそれが中間層になってでまた中にはこういうお客さんもできてくるっていうこのピラミッドをきっちり作っていかなきゃいけないなというふうに思います。それがなんか何となく 途中薄いところがあったりしてうまく回ってない部分があるのかなというふうに思いますので、まあ、まずはその下の裾野のところをしっかり作っていきつつどん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 あの上級者になってもらうっていうふうにしたいなというふうに思ってますんで山木さんがやられようとしている、まあ、ご提案頂い,いていることは非常に願ったりかなったりかなというふうに考えております。ありがとうございいます続いては 新体制初となります8月18日大田区総合体育館大会について伺ってまいりたいと思いますすでに KO クライマックス2019という大会名が発表されていますが、えー、この大会についての、えー、発表をですを、ね、原田社長の方からお願いいたしますはい、えー、大会の概要としましてはあ先般のとおり8月18日日曜日、えー、KO クライマックス2019 東京オタク総合体育館大会、山口プロデューサーとともにですね新たなノックアウトを表現する1つ目の大会になります。なお、ですねこの KO クライマックスを毎年恒例のキックボクシング、真夏のビッグイベントにしたいというふうに考えております。はいチケットはですねチケットの発売は6月2日にファンクラブ選考の発売。 6月9日ににレルルスコー楽園大会にて先行発売いたします6月10日、一般発売というような予定になっております。なお、数名の選手に関しましては応援シートを設置いたしますので今後、ホームページ公式ツイッターなどで発表を詳細をの発表をいたしますのでぜひご確認いただければというふうに思っております。 あのなんか雰囲気が某プロレス団体の夏のイベントになんとなく似てるんですけど、これ、なんとなく許,許,諾,許諾までいかなくていいんですけど、お断りはしてある感じですよね。ははいい雰囲気流れからちゃんと言ってありますよねそれぐらい大きなイベントになるんじゃないかということですので、皆さん、大きくこれはかきたててほしいなというふうに、真夏の祭典ですよ、もうね。はい ですね武道館まで行きたいですね、武道館までで行きたいすねこれはね。すいません、よく挟みました、口を。皆さんが、えー、ふんわりと気になっていたところを、ちょっと指摘していただいたので、<laughs> うん、ありがとうございます。さあ、その注目の、まあ、大田区総合体育館大会ですが、じゃあ、一体どんな大会になるのか、そしてカードはと、皆さん気になるところではありますが。 それについて、えー、山口プロデューサーから発表がございます、はいえー、っと8月18日、えーまあ、新体制となって初の、えー、大会となりますけれども、まああのー、いろいろノックアウトのチャンピオン、えー、なども、えー、いろいろな事情もありますので、ね、やはりこのノックアウトの試合というだけではなく、レベルス提供試合というものもちょっと挟ま ませていただかないと、えー、いけない状況かなとも思ってます。えー、それはまだあの決まってないんですけど、後々発表させていただきます。えー、とにかく、えー、この大会でのまずもう第一の目玉を発表させていただきます。えー、MTM プレゼンツキングオブノックアウトスーパーバンタム級、えー、初代王座決定ワンデートーナメント、えー、これを開催させていただきたいと思います。えー、出場選手は、えー、こちらの4人の選手になりますね。 小笠原栄作、江端瑠イ選手そしてオランダからレダナラエンという3本か4本ぐらいベルトを持っている選手で今度、この大会後にエンフュージョンの世界タイトルマッチに挑戦する60戦ぐらいしてほぼ負けてないというかなりの強豪選手ですね。すともう一枠がレベルにおいて キング京介レベルス MA 対スーパーバンタム級チャンピオンのキング京介と MA スーパーバンタム級チャンピオンの大野隆選手この2人の勝者の4人となります。で、えー、江畑選手とです、ね、小笠原選手はやはり今の実績からも、えー、ね十分、えー、実績あると考えて2枠あの端と端に。えー 選手は置いていただいてレーダー奈良園と、えー、大野選手とキングの勝者これが入ってもらう形になります。はい、以上です。ありがとうございます。えー、それではこのトーナメントに出場が決定しています。レベルスクロスポイント吉祥寺所属小笠原栄作選手そして。 新日本キックボクシング協会、伊原道場所属、江端瑠衣選手、両選手にお越しいただいています。どうぞお入りください。 よろししいでしょうかそれでは両選手、えー、ご着席ください。 さあえー、ただいま発表がありました、このトーナメントの組み合わせに関してなんですが、えー、急遽ですね、なんと、日谷オーナーの発案で、今日この場で組み合わせを決定いたしたいと思います。決定方法ですが、こちらでご用意した封筒に、残りの出場選手である、6月9日レベルスで出場権をかけて争う大野選手、キング両・京介選手の両選手の写真パネル。 そして、奈良園選手の写真パネルのいずれかが入っているです、ねえー、中身の見えない封筒をご用意しました、で小笠原栄作選手、江畑瑠選手にこの封筒をそれぞれ相手がわからない状態で引いていただき、選んだ封筒の中に入っている、えー、写真の選手と一回戦で戦っていただくという、えー、木谷オーナーの発案でございます。はい、木谷オーナーナよろしいでですねそれは はい、あの本当にガチなんで、ちょっと封筒、前のほうで改めて、何の印もついてないよっていうのを、ちゃんと、裏も裏もあれですよ、ええ、見ていただいて。はいじゃあ、これからその抽選の方に移らせていただきますが、えー、こちらをですね相葉さんにお手伝いいただきたいと思います。 さあそれではですね小笠原英作選手と江端瑠選手の方にもですねちょっとステージの前の方に出ていただいてですね、えー、公開抽選の方をしていただきたいと思いますで、引く前に両、えー、選手にお聞きしたいことがありますまずは江端選手、はい、どちらのカードを引きたいですか、えー、あの外国人選手、オランダン選手はあの僕も 初めて戦う選手なので、まあ日本人もそうですけど、ちょっと興味がありはい。はい。小笠原選手は。そうですね。まあ僕は日本人の選手はうちもやったことがあるので、小笠原選手とやりたいです。奈良選手が一番人気ということになっておりますが、それでは、えー、早速引いていただきたいと思います。えー、順番は江畑選手からお願いいたします。はい。はい。 じゃあ岡沢選手お願いしますまだ写真見せないでくださいねはい、えー、よろしいでしょうかそれでは両選手一緒に中からパネルを出してください来、うん、ましたね、うん、はい、えー、ということで江畑選手がですね大野選手キングキョ選手の勝者 どちらかということになりまして、小笠原栄作選手が奈良園選手というカードになりました。それでは、えー、改めて写真撮影の方していただきたいと思いますんで、えー、と封筒の方は置いていただいて、パネルを持って、相葉さんを真ん中にして、えー、抽選会の撮影をちょっとしていただきたいと思います。 撮影の方は大丈夫でしょうか、えそれでは、えー、相葉さん、両選手着席していただきますので、パネルの方はスタッフの方にお渡しください。はい、えー、ということで、えー、木谷オーナーの急な発案によって、えー、いきなり本日、カードが決定してしまうという状況になりました。組、えー、組みみ合合わわせせが決定いたたししましたこの組み合わせで 8月18日のワンデイトーナメントが争われることになります。それでは、えー、カードが決まりました選手からコメントをいただきたいと思います。えー、それではエバタルイ選手の方からコメントをいただけますでしょうか。すみませんありがとうございます。すみません。えー、あ選手があの決まりました。 えー、小笠原選手には、えー、しっかり勝っていただいて、えー、決勝で、えー、去年6月やったような激闘を、えー、もう一度繰り広げたいと思っていますはい、よろしくお願いしますありがとうございますでは小笠原選手お願いいたします、えー、まず、えー、僕はこのノックアウトに、えー、今まで育ててもらったんですけど まだ全然恩返しができていないので、えー、この新生ノックアウトの中心になって、えー、令和のノックアウトをたくさんの人に見てもらえるような団体にしていきますそして今回のトーナメントは、まあ、あの前から引っかかっていた江畑選手へのリベンジマッチだけでなく、まあ、ノックアウトスーパーバンダム級初代のベルトそしてまあこれから毎年恒例になるであろう慶応クライマックス まあこんな本当にチャンスは滅多にないと思うので、江畑選手にはノック決勝まで上がってきてもらっていきたいと思います。えー、僕は優勝しか頭にありません。はい、ありがとうございます。 それではですねここでお時間を取りましてメディアの皆様の質疑応答の時間とさせていただきます質問のある方は挙手していただきまして媒体名とお名前を述べた後質問の方をお願いいたしますではどうぞ えっとスポーツライターの重田と申します。まずあの山口代表に伺いたいんですけども、まあノックアウトさんではワンナイトトーナメントというのは多分今回は初めての試みになると思うんですが、その辺の狙いをお聞かせください。そうですね。ワンナイトトーナメントをなぜやるかというと、あのまあやはり今までのノックアウトだと八人で、えー、まあ四大会まで行っちゃうんですよね。そうなるとやはり、えー、主力選手を出している団体さんが えー、全く、えー、メイン選手が使えなくなってしまうとでまああの有力な選手を提供しているそのファームである団体さんが疲弊していってしまうっていう、えー、現状を僕はあの目の当たりにしてましてあの8人で1ーだとねなかなかちょっと難しいなとは思うんですけれども4人で1デで、えーでやるのであればその。 各参戦していただける他団体のスケジュールも他団体さんのスケジュールも非常にやりくりしやすいしこちらとしてもお返しがしっかりできてくるかなということで8人だとやはりちょっと難しいかな肘やりは難しいかなと思いますけど4人であれば変わらない変わらないとは言わないんですけれども非常にお客さんもスリリングな戦いが見れるであょうし選手も1日でね 誰が一番強いんだっていうのをはっきりさせられるかなと思って、ちょっと初の試みとして四人によるワンデイトーナメントっていうのを軸にしてみました。じゃあ、武蔵さあのまあエバ選手にまああの一度小笠原選手とは試合して、まあエバタ選手勝ってるわけで。 その辺の、まあ、モチベーションであったりとか、まあ、今回その初めての試みっていうそのワンデートーナメントに出るっていうところでの,、まあ、その心境みたいなところを小笠原選手も、えー、僕とやったときからはあのすごく練習して強くなっていると思うので、えー、楽しみなのとやっぱり、えー、僕自身もキックボクシング人生で、えー、ワンデートーナメントというのを というのは出場したことないのであのすごく楽しみにしみていますお互い1試合挟み、えー、決勝で戦うわけですけどあのそれぞれの戦い方だったりあのワンマッチよりもあの考え抜かれたあ試合を1回戦からしていかないとあの決勝で当たるのにあの難しくなってしまうと思うのでちょっとあの楽しみな試合になっていると思います。はい やはりその老舗の新日本キックさんの看板を背負っているだけに絶対負けられないという思いはもちろん、えー、優勝するつもりで、はい、挑みます小笠原選手に、あのーまあ、前回の、まあ、エバー選手との激闘から、えーうん、自分自身が成長した部分とかあと、まあ、ちょっと気は早いですけどもエバー選手に関して どこを気をつけなきゃいけないと思っているかみたいなところはお聞かせくださいそうですね、まあ、僕は昨年、江タルイに負けてからもずっとここに向けて歩んできたっていうところがすごくあってまあそれでこのチャンス本当に来たなと思ってます。江タ選手はやっぱりあの僕よりもあの経験っていう意味だったりとか試合の経験 そういったところでまあ前回も一つのミスで、えー、持ってかれている部分があるんで、まあ僕もこの一年でまたその経験を積んで、えー、ここに帰ってきていると思ってるんで、えー、必ず優勝します。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、ちょっとお時間の都合がございますので、えー、このパートの質疑等はあはいどうぞ。 えっと、英作と試合が決まったレダナランのプロフィールはちょっと抜けてましたのでここで説明させて後であのでマスコミの方送らせていただきますけれども、えー、リングネームレダナラインですね、ナライン所属はチームナライン生、えー、年月日が1992年5月27日の27歳ですねスリナムの民族でオランダ国籍です、えー、身長が169センチ、えー、55から60キロの試合 をしてますね、通算成績は62戦57勝5敗、えー、となっています、タイトルは UMC 国内王者、FTS 国内王者、FTS 欧州王者、えー、となっていますで、9月に、えー、エンフュージョンですね、エンフュージョンの、えー、世界タイトルに挑戦、えー、という予定となっています、えー、後でマスコミの方、送らせていただきます、はい、山口プロデューサー、ありがとうございます。 続いての発表に移りたいと思います。山口代表よろしくお願いします。はい。あ、<や>えっと。ちょっと待ってください。失礼しました。はい、はい、えっ、ー、とですね。えー、そうですね。はい、はい。じゃあ、まあ、早速ちょっとカードが決まったということでですね。まあ、今回この。抽選の、えー、考えた木谷だ。田いかがでしょうか。 まああの昨年の、ね、6月の再戦ということではあるんですけど再戦する前にそれぞれ1人倒さなきゃいけないっていうこれは単純に再戦するよりも相当な2人ともプレッシャーだと思うんですよねだからちょっと最初の初戦は本当にあのノックアウトという名称にこだわらなくてもいいんで本当に相手を生かすことだけを。<laughs> <laughs> 考えてていいただいてです、ね、ぜひ決勝の場で本当にお互い慶を目指してやっていただければいいかいやこれはねちょっと僕もしょんべんちびりそうですよね。もう人ごと事なのにすごく緊張しましたね、今ね。うん、なんで、ごと事だから見てる人もみんな人ごと事なんだけど自分のことのように見れるようなトーナメントになるんじゃないかなとうう思ってまして本当にお互い相当なリスクを抱えてあの戦うことになると思うんで。 まあ、本当によく受けね、岩田選手もよく受けてくれましたね、本当にありがとうございます、小笠原選手もよく受けてくれました、これは本当に、本当にお互いリスクがある、けども、勝った時はまはあ、相当な、まあ、インパクトがあるのかなということなんで、本当に楽しみ、今から楽しみですね、あのこれ、大きく書いてくださいね。もう 一,一面にはならないでしょうけど、中面でもいいんででかく書いてほしいなというふうに思います。本当に楽しみです。本当に両者受けてくれたな、よく受けていただいたなというふうに思ってます。感謝します。はい、ありがとうございます。そしてオフィシャルサポーターの相場さん、はい、いかがですか。目の前で決まったカードですが。そうですね。あの時でもただでさえ緊張したんですけど、いや本当に木谷さんも言うように自分がこシェイするわけでもないのにすごいこう見てる。 側がすごい緊張すると思うんですよねそれぐらいの緊張感であとはやっぱり一試合にかける思いとかその集中力、体力ってすごいあると思うんですけど今回ね、トーナメント1日で決めるということでそれ以上に体力と集中力がこう必要なんじゃないかと思うとなんかもう今から考えるだけですごいドキドキしますねなので当日すごい楽しみです、はい、はい、相葉さんありがとうございます MTM プレゼンツキングオブノックアウトスーパーバンタム級初代王座決定ワンデートーナメントを争う小笠原栄作選手、江端瑠選手の2名の選手にご登場いただきましたそれではここで一旦両選手はお下がりください後ほど写真撮影の方をお時間ご用意させていただきますのでそれまでお付き合いください江端選手そして小笠原選手ありがとうございましたそれでは続いての発表をお願いいたします。 はいそれではですね8.19オタク大会のもう一つの追加カードですね正式決定したカードがこちらとなりますお願いしますはい日向対ジョムトンチワタナというカードを用意させていただきましたと2月の大会でですね日向は ラジャダムナンのスーパー現役スーパーウェルター級チャンピオンシップムーンをあの KO で倒したわけですけれどもその同じジムのですねはるかに格上のえジョムトン世界で今活躍してますねクンルーンファイトやえなどで活躍してえかなり本当にボクシングでも東洋太平洋チャンピオンだったりとか、え。ー シップムーンと比べたらかなり格上の選手となります70キロ契約でまあレベルス、えー、提供試合というか、えー、3分3ラウンドのレベルスルールで、えー、この試合が決定いたしましたはいそれではご登壇いただきますノックアウトに新たにこの選手が加わることになりましたノックアウト初参戦レベルスクロスポイント吉祥寺所属日向選手の登場です よろしいでしょうか。それでは日向選手、ご着席ください。えそれでは、ただいまご説明のあった、強豪・ジョムトン・チュワタラ選手との対戦に向け、日向選手、コメントをお願いいたします。クロスポイントキ基地ディ職業キックボクサーの日向です。えっと8月、 18日、えー、とノックアウトに参戦することになりましたでまず自分の仕事は、えー、とまず最初に6月9日レベルスラ楽園ホール大会があるんでそこでしっかりいい勝ち方をして8月18あのジョム・トンに勝ってあの僕のちょっと要望をちょっと木谷さんにちょっと言いたいんですけど1.4、1.5と来年東京ドーム大会が新日本プロレスでありますよね。僕は 今年すごい活躍をして、そのプロレスの中に1試合、僕の試合を組んでほしいと思っているんです。僕が唯一上がってない舞台は東京ドーム、ぜひ僕もここで気合を入れて東京ドームに向けて頑張っていい試合をしていきたいと思うんで、あの僕のパフォーマンス次第でぜひ考えてください。よろししくお願いします あのなかなか難しい事情もあるんですけども <laughs> あの、心力は非常にいいと思いますんで、その心力でよろしくお願いいたします、まあ、そうしたら風が吹くかもしれませんので、はい、はい、ありがとうございます、えー。それではですね、ここで、えー、日向選手への、まあ、質疑応答といいますか、質問を一、えー、つだけ、えー、伺いたいと思いますので、もしご質問のある方はです、ね、挙手していただいて、えー、媒体名、お名前の後、ご質問をお願いいたします。ございますでしょうか バウトレビアです、えー、とちょっと気になるのは山口さんに聞いた方がいいかと思うんですがあの k 1で今、契約下にあるのかなと思ってたんですが日向選手に関しては、えー、この辺りはどうなんでしょうか、はいえー、日向選手、えーとまあ、今後というのはいろいろ以前から目標というのは掲げていらっしゃったと思うんですが、あのー、この試合勝手って先というのは もっと強い相手と戦いたいみたいな例えばドームだったら誰と戦いたいとかっていうのはあるでしょうかえっとそうですねあの僕も本当にこう何回も同じことを言ってるんですけどもう残り試合数が非常に少なくなってきたなと自分の体とも気持ちとも相談してもあと何試合やれるか正直わからないですでもそういう意味で1.41.5の東京ドーム 2days っていうのを聞いて あの勝手に僕の中でここが俺の中での一番いいあの晴れ舞台になるんじゃないかなって勝手にちょっとさっきこここに来たた控室のところで思っちゃいましたあのそこであの僕が戦いたい本当に世界でナンバーワンナンバーツーナンバースリーぐらいに入るような世界的70キロの競合とプロレスファンの前でこんだけキックボクシングって。 すげえんだぞっていうのを3万人4万人のお客さんの前で見せたいなっていうのが今の僕のモチベーションなんであのそこまでたどり着けるように自分にもこう活入れて6月8月と素晴らしい試合をするんでぜひあ,あともう一個僕提案したいんですけど僕ずっと手売りをやってるんですよだから僕のその日向手売りっていうのはもう僕が引退するまでやめたくないなと思うんで ぜひあの僕からノックアウトに出るときでも僕からチケットを購入してください、日向プレゼントが毎回僕はチケットにつけているんでそういう僕は選手でもうこれからも引退するまでずっとそういうキャラでいきたいんでぜひよろしくお願いします。ということですが、木谷さんあのノックアウトというのは手売りをしないというのが一つ売りだったと思うんですけど、はい、そのあたりも変わってくるんでしょうかえとです、ね、基本的にはあの、まあ、以前もですね あの八割ぐらいは実はプレーガイドだったんですね。で、まあ8割から9割ですかね。で残りは実はあの小野寺さんとこのリキックスのジムで打てたりとか、一部そういうのはあったんですね。うん、あの、まあ、どちらかというと手売りをしないということよりも、ファイトマネーをチケットで渡すっていうことをしたくなかったんですね。うん、だから。 あの選手にはやっぱりキックボクサーなのに営業マンをやるっていうのは非常に苦痛な方もいらっしゃるじゃないですか、まあ、普通はそうだと思うんですね逆に日向選手のようにそれによってペースが作られる人もいると思うんで中にはそういう方にはやっていただいていいんじゃないかなと思ってますね。うん、まあいろんな人と会っていろいろな人と話すること自体がリラックスになって練習にも身が入っていい試合でもいい結果残せるっていう人もいると思うんですよ。ですからそれは とによることだと思いますので、選手が希望すれば、それはやぶさかじゃないというふうに考えておりますははい、はい、まあ多分メディアの方、皆さん、思ってると思うんですけど、まあ、今までノックアウトさんというのは、あ肘割りルールの選手のまあ世界最高峰という形で、で今回、レベルス提供試合ということで、まあ、レベルスルーということは、あ肘なし。 の試合を組むとということで山口さんこれはもうこれからもそういうふうにやっていくのかそれとも今回はもう例外的にやるのかその辺ってどういうふうにお考えになっていますでしょうか。そうですね、えーとまあ、今回とにかく8月という大会で、まあ、あの今までノッカさんに出られてた選手というのが出れないということもいろいろ考えられるのでまあ とりあえずですね、こんこの今回8月に関してはこういう形でやらせていただこうかなと思ってます。まああとはあのまあ合合議制なので、あの皆さんと話し合いながらはいやっていきたいなと思ってます。はいあの状況に応じてということかなと思います。北野さんはいかがですか。その辺のお考えとかまあこだわるのかこだわらないのかみたいな話になると思うんですが。うん、まあそうですね。 あのどっちが面白いかっていうのは見る人によっても変わってくると思うんで今回は少しそういうことをやってみて反応を見つつ、まあ、肘やり一歩にするのか併用するのか、まあ、肘をなくすってことはちょっと現状では考えられないと思うんですけどもそれは決めていきたいなっていうふうに思ってますね。まあ、その辺は柔軟ななでいきたいなと思って ています。こっちがいいってはっきり決められないですね。あの現状ではですね。この中でもこっちが正しい。こっちにすべきだっていうふうにはっきり言える人ってあまりいないんじゃないかなと思うんですね。うん、なんであのそのように考えております。で、斜めに日向選手はどういうふうにお考えになってますか。まあ、日向選手がノックアウトに出るっていうのは結構一つニュースであると思うんですけど、日向選手はどういうふうにお考えになってますか。か 肘があろうがなかろうがノックアウトっていう、まあ、名前であるんで僕はノックアウトすればいいと思ってます2月大会、えっと、久しぶりにちょっと僕,僕がノックアウト KO で勝つことができてやっぱり勝つっていうのはノックアウトしなきゃいけないんだなっていう思いがすごくあるんで別に肘ありだから肘なしだからあのとかじゃなく僕はしっかり この大会に出るのであれば、ノックアウトして勝っていきたいなと思います。はい、ありがとうございました、えー。日向選手にコメントをいただきました。さあ、えー、オフィシャルサポーターの相場さん、このカードについては。そうですね。 まあ試合の話したかったんですけど今すごい日向さんのお話を聞いててものすごく野望であったりとかそのキックボクシングをこう広めていきたいっていう思いがものすごく伝わったじゃないですかなんかこういう思いってそう先ほどおっしゃっていたみたいにそのトークイベントじゃないですけどなんかそういうものを通じていろんな方に知っていただきたいなってすごい思いましたね今の話を聞いててこう日向選手っていう選手にやっぱこう興味を持つ方もすごい増えると思いますし。 なんかまあ、その上でその日向選手を知った上でこう試合を見たいってすごい思いましたねただ、ジョム・トーン選手についてそのどういう人物かっていうのを、まあ、先ほどちょっとお話ししていただいたんですけども改めてあのその今回日向選手とう戦うという上でこのマッチングというかどういう風になると思いますかその山口プロデューサーは。 まあ正直、かなり厳しい戦いになるなと思ってます、はい、あのジョム・トーンというのは、あのまあ、国際式、いわゆるボクシングですね、ボクシングでも非常に強くて、あの日本に来たとき、ほとんど KO してるんですね、あのそのくらいすごい強いサウスポーの左ストレートを持ってまして、さらに言えば、ムエタイでもあの3階級チャンピオンになってて、この間、あのラジャで試合したんですけど、やっぱり左ミドルが非常にうまいですよね。で なので要はパンチもうまくて蹴りも距離を取るのが非常にうまい選手ということで日向にとってはかなりきつい戦いただこのジョム・トーンを倒すということはやっぱり世界的に名前が日向という名前がやっぱり知れ渡るポイントの試合になると思っているのですごく大事な試合でジョム・トーンはそれだけ世界的に名前がある選手ですね。 はいありがとうございます、えー、日向選手が新たにノックアウト参戦強敵ジョブトーンとのスペシャルカードの発表でございました、えー、日向選手ありがとうございました一旦ご講談をお願いいたします、えー、日向選手には後ほどまた写真撮影の際にご登場いただきますさて続きましてここからは今後のノックアウトを必ずや盛り上げていただけるであろう 選手の皆さんにお越しいただいております。お恐れいりますが選手名の50音順にてお呼びいたしますので選手の皆様ご登壇ください。新日本キックボクシング協会井原道場所属江端睦樹新日本キックボクシング協会目黒藤本事務所属勝次選手、えー、新日本キックボクシング協会井原道場稲城支部所属重森陽太選手 新日本キックボクシング協会伊原道場所属、東郷選手、新日本キックボクシング協会伊原道場アルゼンテン、アルゼンチン支部所属、リカルド・フラボ・ブラボ選手です。 よろしいですかですそれでは選手の皆様、ご着席ください。さあ、今後のノックアウトを盛り上げていただくそうそうたる選手にお越しいただきました。えー、まずはですね その選手たちに一言、えー、コメントの方をいただきたいと思います。えー、どうでしょう。はい。おそれあ、そうですね。ワイヤレスマイクを使用していただいて、じゃあ奥の方から江畑武月選手の方から順番にコメントをお願いいたします。えー、新日本キックボクシングの江畑武月です、えー。今回このノックアウトに新日本が乗り込みに行くっていう感じですかね。この一二三四五六名。 さルイも今回トーナメントで出場します。ノックアウトはすごくいい試合を組んでくれていると思っています。今回、弟がルイがバンタム級のスーパーバンタム級かのチャンピオンを取ったら僕もバンタム級のベルトをノックアウトで欲しいと思っているのでそして僕には夢があります。ラジラムナンのバンタム級のベルトこれを取ることが僕の夢です。それとともにこうして日本で 大きな大会に出て、えー、僕の江畑武月、そして江畑類という名前を、えー、広めていけたらいいなと思ってます。えー、これから、えー、ノックアウトに参戦すると思うので、これからもよろしくお願いします。えー、こんにちは、勝次です、えー。自分は新日本キックボクシング協会代表として、えー、2017年ノックアウト初代ライト級王座決定トーナメントに。 出場したんですけど、決勝戦で森選手に負けてから、まあ、長いトンネルを、今、えー、そうですね、今長いトンネルの中でさまなってます。でも僕は常に希望を持って前を向いてます。また大きな興行で注目される試合で、いい試合をして、そして結果を残して、キックボクシング発展そしてノックアウト発展に、えー、協力したいと思いますので、 ままた頑張っていきます、えー、キックボクシング業界としてはやっぱ、うん、50年前の沢村忠さんの時代を超えたいとも皆さん思っていると思うので、まあ、みんなでこの新日本キックボクシング業界キックボクシングが発祥した団体でこの選手たちで頑張ってキックボクシング界を盛り上げたいと思いますので、ま、た頑張っていきます。 えー、新日本キックから来ました重木隆太です。えっとキックボクシングはえっとまあ、多くの団体があるっていうことについて皆様ネガティブなイメージを持っていると思うんですけど、キックボクシング団体が交わると急に面白くなるっていう風に僕は思ってます。なのでえっといろんな団体の強い選手と試合をしてえっと勝ってでそれで新日本キックが強いんだぞっていうのをあのしっかりと証明してまあ,あのここにいる新日本キックの えっと選手たちと一緒にキックボクシングを盛り上げていければなとうう思っています、えっと、平成ではえっとあんまりまああの最後にアジアトーナメントであの結果を残すことができなかったんですけどあのまあ私はもう何倍も強くなっています、えー、同じようなミスはえっとしないでえっと今後しっかりと結果を残して勝てる選手になっています これからも応援よろしくお願いします新日本キックボクシング協会ミドル級チャンピオン東郷です、えー、僕はノックアウトに出場したことないのですがもし挑戦できるなら皆さんの目に焼き付くそして心に残る試合をしたいと思っています えー、そのために、えー、僕は、えー、いずれも準備万全で、えー、いますのでよろしくお願いします。こんにちは、えー、イハラジムのとリカルドブラウスと今十九歳です。ジニホンキードボクシングウェルタ級のチャンピオンと皆さん、えっと今とまだノーカウトをやってないですけどとこれから 応援エルタ級の強い選手をやりたいですと皆さん応援よろしくお願いします頑張ります選手の皆様ありがとうございましたそれではここで今回登場してくださった新日本キックボクシング協会の選手の皆様との質疑応答この時間も受けさせていただきますので質問のある方は挙手の後バイタイムお名前の後ご質問をお願いいたしますどうぞ ございませんかよろしいでしょうかはいまああの後ほど、えー、質疑応答の時間、えー、取材の時間は設けておりますのでその時間もご利用なさっていただけたらなと思っております、えー、そうですね新日本キックボクシング協会のご選手にコメントをいただきました、えー、選手の皆様ありがとうございます一旦ご講談をお願いいたします 続いて、同じく今後のノックアウトを盛り上げていただけるであろう選手の皆さんにもお越しいただいております。えー、同じくお呼びしたいと思います。恐れ入りますが、こちらも選手の五十音順にてお呼,びいたしお呼び出しいたしますので、えー、選手の皆様はご登壇ください。ムエタイオープンセンチャイムエタイジム所属、一センチャイジム、レベルスクロスポイント吉祥寺所属、拓也選手。 レベルスチーム KSK 所属、丹羽圭佑選手、レベルスストラッグル所属、バンチャン・リナ選手、レベルス池袋ブルードッグジム、両太郎選手です。え本日、出席を予定しておりましたシュートボクシングシーザージム所属、笠原博之選手は、都合により欠席となりました、ご了承ください。 よろしいでしょうかそれでは選手の皆様ご着席くださいはいはい、えー、それではですね これから各選手に意気込みコメントの方をいただきたいと思いますので、スクリーン側の奥の方から順番にコメントをいただきたいと思います。お願いいたします。えー、池袋ブルドックジムの稟太郎です。えー、っとまあ現在、えー、レベルスの当っちゃっていいですか。えー、っとレベルスのチャンピオンでやらせていただいてます。まあもう完全に新生ノックアウトのコアモテ枠は僕が担いますので、えー、選手、えー、としてもキャラクターとしてもしっかり頑張っていきたいですね。 でまあ、ちょっと長くならないですけど僕は一応、ジムの代表者としてもトレーナーとして選手として多分やっているのは日本でいないんだと思ってやっています。で、僕が活躍して僕の教え子たちもこの大きな舞台に連れてってあげれたらなと思って頑張りますので、えー、よろしくお願いしますす、えー、こんんにににちはストトラッククルのパンチャーリーナででで今回新体制になったたノックアウトに呼んでいいだき嬉しいです。 でそうですねこれからレベルスノックアウトと,ともに女子選手、若手選手、強い選手いっぱい出てくると思うんですけどその中でも一番最初の女子選手として負けないように、えー、レベルスノックアウトいったらパンちゃんだなって言ってもらえるように女子選手として引っ張っていきたいと思いますのでこれからどうぞよろしくお願いします、えー、こんにちは、えー、庭圭介です。 えっと、平成最後の、えー、チャンピオンとして6 3キロ、えー、初代チャンピオンになることができました、えー、これもあのいろんなスペシャリストの方々の力を借りた知の集合体っていうのが2ワールドということで2ワールド2ワールドって言わせていただいてるんですけどもいろんな人の力を借りてあのチャンピオンになることができました、えー、今回、えー、次からの戦いも自分の自分の戦戦戦いいも自自分分挑がが大会が 大いに盛り上がるようなチャン,ス、えー、チャレンジ僕はチャンピオンになったんですけどずっと挑戦者でいたいと思っているので、えー、価値のある挑戦チャレンジをし続けていきたいと思います、えー、何のために戦ってるかというと,、えー、っと世の中のネガティブを楽しくするためちょっとだけ楽しくするようなヒントになるようなきっかけとなるような戦いをやっていきたいと思っています、えー、年齢だったりとか病気怪が何か慢性的な何かに 良、えー、くなるようなきっかけとなるような戦いをリングの中で外でもやっていきたいと思ってます。よろしくお願いします。こんにちはクロスポイント吉祥寺拓也です。僕はまだ具体的にいつ出場するとか決まっていないんですけど、まあ試合決まったら全力で盛り上げて頑張りますのでその時は応援よろしくお願いします。 え、こんばんは、えっと、センチャイム、マエタイジムの、一斉センチャイジムです。えっと、新鮮のカードのメンバー、豪華すぎて、ちょっと自分の影が薄れているんですけど。あの、スターになるのは、俺だなって確信があるんで、よろしくお願いします。それでは、えー、各選手、ここで、えー、質疑応答の時間を、えー、設けさせていただきます。質問のある方は、えー、挙手の後、媒体名、お名前の後、ご質問お願いします。いかがでしょうか。 はい、お願いいお願たししまます。す。スポーーツライターの田と申しますちょっと難しい質問かもしれないですけど、あのこの選手たちの中で、例えば誰か、ロックアウトの舞台でやってみたい選手がいるっていう人がいれば、ちょっと名指ししてもらえたらいいなと思ってるんですけど、いかがでしょうか、誰かいます挙手していただければ。 一人ずつ行きましょうか。はい。<laughs> じゃあ、えっ、ー、と、いや、ワイヤレスを使ってください。 いや最初、この中でかと思ったんでちょっと <laughs> <laughs> いないなと思ったんですけどまあ,まあ別に僕は正直言われたら今までもずっとそうだったんで言われた選手とやってでえその中で最高のパフォーマンスを出せればいいと思っているのでえそうですね言われた相手をやるだけですねはいえ私まだプロ2000なんですけど まだ選べるキャリアじゃないなっていうのは自分で思ってるので、まあ三戦四戦五戦全部勝っていってから、そこからちゃんとやりたい選手決まっているので、その時に伝えたいなと思ってます。僕はですね、と国内外問わずえ自分のチャレンジができるチャンピオンクラスとやりたいと思ってます。ちょっと具体的にはまだ名前はあれなんですけど、チャレンジできる。 チャンピオンとやりたいと思ってますまあ僕は個人的な名前っていうよりまあスーパーバントム級でトーナメントやるんで70キロでもトーナメントやってくれたら頑張りたいですね4人で55キロは4人でやるんで僕が体頑丈なので16人ぐらいで1日4試合とかやったら面白いんじゃないかなと思いますえ16人のワンで ちょっととそれは無理だと思いますね <laughs> でも70キロはあの、はさっきねあの、新日本キックボクシング協会さんあの出てくれましたけど、70キロ、新日本キックボクシング協会さんも非常に強い選手揃ってますし、各団体、今、結構いい選手が出てるので、70、まあ、ミドルぐらいでもあの8人揃うんじゃないかなと思って、あの頭にはもう入ってます。はい えっと僕はバンダム級なんですけど、えっとバンダム級のチャンピオンみんなとやってみんなに勝ってバンダム級で最強というのを証明したいですね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。大丈夫でしょうか？はい、ありがとうございます。えー、選手の皆様もありがとうございました。まあ、こういった形で本当にえー、様々な選手がこの新しいノックアウトのもとに。 えー、集結してくださったわけですが、えー、山口プロデューサー8月の大会のカード、えー、どののようなものになもにっていくんでしょうかそうですね、まあ、今日あの出てくれた選手あの16人、8人あ15、16人いますけれどもその選手、えー、たちが全部8月出るというわけでもないですしこの中から何人かの方が、えー、出てくれると思います。えー、と今、えー A 考え中ですね。はい、はい。あのただあのこの8月との大会限らずね。あの今回あの選手たちが来てくれましたけどもそれ以外の方たち、えー、もあの参戦を考えて、えー、いただいてます。でどんどんもあの広くオープンに、えー、していきたいと思ってます。あの言われた通り70キロの、えー、トーナメントも十分考えられますし、やはり今あの一成選手が言ったようにね。 岩田選手もいましたけどバンタム級のトーナメントのも非常に面白いと思いますし、ね、またライト級のトーマナメントもスーパーライトのトーナメントもあのいろいろ考えられるので、あの楽しみにしていただければなと思います。はい、山口プロデューサーありがとうございました。さあ、そしてオフィシャルサポーターの相場さん、いやもう選手の皆さん、はい、もうたくさん来ていただきましたが、どうですかこの空気。そうですね、もう今からなんだろう、 いい感じにこう皆さんの覚悟と心意気といろんなものをこの記者会見だけですごい感じたんですけど8月18日への期待がものすごくてですねで私はそのオフィシャルサポーターということで。 私のその役目としてはやっぱり見たことない知らないっていう方にいかにこのノックアウトキックボクシングが面白いんだよっていうのをしっかりと伝えられるようなそんな存在になりたいと思ってますので改めて私自身もノックアウト面白いぞってこう伝えようっていう覚悟がすごいできましたはいなのでまずは8月18日すごい楽しみですはい、はい まあお立場的に答えづらいとは思うんですが、はい、相葉さんが現時点でお気に入りの選手なんかできちゃったたりしましまか、はい、お気に入りの選手ですか <laughs> そうですねでもやっぱお話を聞いてやっぱ日向選手の,そのやっぱ心意気といいますかすごいですねだって1.4の話持ってきましたからね <laughs> もうそこのまずお話としてはそれをきだりさんっていう。 あの根性といいますかあれはもうすごいじゃないですかなかなか言えないですからねまずまずそこにちょっと今ちょっと注目しましたねそうですね、はい、日らにオーナーが言葉少なになるという、ねね、そうですね <laughs> どうしようみたいな僕からはちょっと言いづらいんですけどもみたいな <laughs> いやあの言うことはできるんですけど、はい、大体僕が言ったことの <laughs> まあ提案が通るのって十個に一個ぐらいなんですよね。<笑><笑><に>そんなに確率は高くないんですよね。のね勝手なことも言えないですよね。<laughs> じゃあ今日は江端選手と小笠原選手のあのパネルの抽選はその十個のうちの一つだった。あのね、ノックアウトはもう少し確率が高い。ああ、頭五十パーセントぐらい通ると思うんですけど。西 <laughs> <laughs>、うん、日本プレスはね。十個に一個ぐらいですかね。あまあじゃあ。はい、あとはもう。は,ね、はい、あと。 かんちゃんりな選手はやっぱりこの女性としてその強いっていうのもそうなんですけどかわいいこんなにかわいい方が格闘技やってるんだよっていうねそこもどうですか、木谷さんやっぱりね押していきたいところではあるんじゃないですか林、まあ、さんもプロレスやってたじゃないですか<笑><笑>私はいいんですよ私もやってましたけどいやいやでもねすごいじゃないですかまあもう天が二物を与えてるって感じですよね。こ、ね、これれ<ー>今こんな風にされてますけど ね、そのリングの上ではってなるとどうなるのかっていうやっぱ興味がね出てくるわけで、うん、私はそういうのもちょっと言っていきたいなって思います、はいはいはい、じゃあオフィシャルサポーターの相葉さんの、えー、このねキックボクシングの発信力というものも、はいえー、ぜひ皆さんご期待くださいありがとうございましたありがとうございますそれでは、えー、最後にですね 本日の会見の締めをですね木谷オーナーにいただきたいと思います木谷オーナー、よろしくお願いいいたします 2> はいはいえー、2年半ノックアウトやってきてですね、えー、本当にあの皆様支えていただきましてありがとうございます、で2年半あるや,やってくる中でいろいろ、なんて言いますかね、まあ、思った通りいかないこととかあこんなことがあるんだとか課題もいろいろ見えてきました。で これからまた新しいセカンドステージが始まったということで,です、ね、あの気分一新その課題を一個一個解決していくべくやっていきたいなと思ってますが、まあ、その一つが先ほどから出てきてますように、まあ、発掘とか育成とか力を入れつつお客さんもその、まあ、熱心なファンから、まあ、本当にちょっと知ってるっていうファンまでちゃんときっちりピラミッドをお客さんのピラミッドを作っていくと。 いう中で、えー、いかにあの大勢のお客さんに、まあ、この素晴らしいですね、えー、キックボクシングというものを知ってもらうかっていうのを、えー、もっともっと力を入れていきたいなと思ってますんで8月の大会は今までの大会以上にプロモーションに力を入れたいなというふうに考えておりますしまあこれからあ,の、まあ、あとやりたく なかなかできなかったこととして選手をやっぱりキックボクシング以外のところでも少し露出をしていくっていうことをもう少し、えー、やりたいなと実は思っていました。えーまあ、いろんな面白いキャラクターを持った選手の方はいっぱいいますし何よりもねあのいわゆる 調子のすらっとしたイケメンの方も多いですしいろいろ売り出し方はえあると思いますのでそういったことも今後ノックアウトの使命として、えー、世間にどんどん差していく突き刺していくということでやっていきたいなというふうに考えております。まああの これはちょっと余談なんですけどもこれ某レスラーに聞いたんですけどもアメリカの WWE って団体ありますよねほぼすべての選手がハリウッド行くのを目指してるらしいんですよね。<laughs> WWE で目立って本音はハリウッド行きたいっていうですねですから、まあ、日本の場合はですねこれはほ,ほんと余談なんですけども不幸,不幸にやっぱりアクション映画が盛んじゃないんですよね。 アメリカアクション映画盛んじゃないですか？もしや映像的なアクションがもっと日本盛んだったらその。 キックボクサーとかがすごくそういったところに出ていくのは実はすごく向いてるんですけど残念ながら今の日本の映像界っていうのは映画もドラマも含めてアクションものがあんまり盛んではないっていうところがですねただ昨今では舞台とかいろいろその2.5次元とかですね違った意味での,そのアクションとか縦とか見せるものも非常に盛んになってきてるんで場合によってはそういったところなんかにも、えー、ぜひ え選手の方ね向いてる人がいたら興味のある人がいたらご案内していきたいなというふうにえ思ってますしそっちの方面でもあのノックアウトというかブッシュロードグループで力を入れていきたいなというふうにあの思ってます。とにかく8月の大会大会成功させたいんで えー、引き続きご支援、えー、ご指導のほどよろしくお願いいたします選手たちの熱い戦いをですね無駄にしないよう頑張りたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたします本日はどうもありがとうございました平井大ありがとうございました、えー、この後の写真撮影をもちましてノックアウト新体制発表会見並びに8月18日大田区総合体育館体育館 県王クライマックス2019会見の終了となります。